皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。今回の動画では2021年に爆上げの可能性のある注目のアルトコイン3選を紹介します。今日本でも海外でもホットなアルトコインです。私の方で調べまして、英語で得た情報なども含めながらシェアしていきたいと思います。注意点となりますが、ファイナンシャルアドバイザーではありませんので、あくまで投資は自己責任で、一緒に仮想通貨について学ぶものとして一つの選択肢としてお聞きいただければと思います。それでは早速始めていきます。まず一つ目がテンセットになります。テンセットの理由として大きく3つ私が考えておりまして、まず一つ目が勢いがあるということです。半端ないです。私は先日のプリセールスで少しだけ買ったのですが、現在見事10倍以上達成しております。もともと 0.16 ドルだったものが今2ドル以上になっています。こちらに関して本当にミスターケンさんと大人のチャンネルさんのおかげだなと思って、本当に感謝しております。そして2つ目がこの将来性があるということなんですね。すごい仕組みがですね、面白くてユニークでして、このデフレーションシステムというのがあって、その買ったテンセットの中でその売買をするときに、その 2% 分 1% がバーンされて、もう 1% が他のテンセットを買っている方に分配されるというような、ちょっとユニークな仕組みになっています。そして2つ目がこのテンセットの役割として、株と仮想通貨をつなぐ架け橋としての役割というのを目指しているというところで、今後の将来につながっていくというところで面白いんじゃないかなというところがあります。そして3つ目がチームが魅力的だということです。ここでは3名の人物を挙げさせていただきました。まずお一人目が代表のジョナスさん、そして2人目が左側のロバート・グリーンさんですね。グリーンさんエンジェル投資家なんですけれども、ツイッターでも積極的に、情報発信していただいて、本当に私もこの方の記事とかも英語で見させていただいたんですけど、本当に何ですかね、何でもできる連続起業家というところでですね、話も整理されている、非常に文章も読みやすいですし、教養の高い方だなというふうに思いました。はい。で3つ目は3人目がスコット・クリプト・ウォーリアーさんということで、インフルエンサーの方ですね。ツイッターですごいプレゼントみたいなのをよくやっていましたので、こういう形でよくしようと皆さん奮闘されているので、すごく魅力的だなというふうに思っております。はい。それではテンセットについて補足していきます。こちらがテンセットの公式ページになっております。日本語を押すと日本語になります。仮想通貨と株式市場をつなぐ架け橋ということで、先ほどお伝えしましたが、超デフレトークンとスマートステーキングシステムということで工夫されています。でも最初にプリセールスで5000イーサリアムをすぐ完売したというところも、1週間でというところもありましたので、本当に勢いがあるなというところがあります。この仕組みとかですね、詳しく見たいよという方はぜひこちらご覧いただければと思います。ロードマップとかも今後の話も詳しく載っていたりしております。またテンセットに関してチームの方ですね、載っておりまして、代表の方ジョナサスさんで、戦略的パートナーエンジェル投資家のロバート・クリーンさんという方がいて、代表の方はですね、 YouTube でこちらの Bridging Crypto and the Stock Market with Jonas Tencent of Tencent.io ということで、こちらの対談とかも13分ぐらいでやっているものがあったので、興味のある方はこちらご覧いただければいいかなというふうに思っております。ロバート・グリーンさんについてですね、この方がどんな方なのかということでですね、そういった人物紹介みたいなページに載っておりました。こちらにも書いてある通り、フォーブス2017年の100 Richest Poorest List に57番でランクインしているということで、そういった資産家の方ですよね。それでどんなことをされているかというのをこちら簡単に載っているので、どんな人物が支援しているか見ていただければいいかなというふうに思います。あとはこちらコインテレグラフジャパンにもこのテンセットについて情報がリリースされていたというのもあるので、こちらは概要紹介だと思うんですが、こちらも見ていただければと思います。あとはこちらコインマーケットキャップにも登場しておりますので、こちらで値段とかグラフとか確認していただければと思います。あとは、テンセットどうやって買うんですかというところで、今のところユニスワップを使って買うことになります。なのでですね、ユニスワップのところですね、スワップのところを押していただいて、その中でテンセットとこういうふうに選んでいただいて、テンセット。というふうに選んでいただいて、このように、今だと1イーサリアム930テンセットというような値段になっております。流動的なデータもこちらで見ることができて、で今が
1点セット 2.25 ドルということですかね。まあ、じわじわ上がっていっているというのがあります。こちら補足になりました。まあ、よかったら今まで紹介したものについてリンクに載せておきますので、ご覧いただければと思います。はい、続いて2つ目に、ゼリカ ZIL について説明をしていきます。まあ、ゼリカはですね、個人的に私が持っている仮想通貨の中で一番今好きな思い入れのある仮想通貨になっております。その理由は3つありまして、まず1つ目が、まあ、将来性があってワクワクするという点になります。このゼリカというのはシャーディングという技術を使っておりまして、ちょっと難しい内容は私も把握ができていないんですけれども、そういったイーサリアムのスケーラビリティの問題でですね、まあ、今そうとか高騰しているんですけれども、まあ、そういった問題を解決するための手段としてできるんじゃないかというふうに注目されているというのがあります。そして2つ目が、このコミュニティが強いという点になります。海外の YouTuber でですね、このゼリカを推している方もたくさんいらっしゃって、まあ、そういうツイッターとかも見ると分かるんですが、ゼリカンという形で本当にゼリカを良くしていこうと思っている人たちがネット上で活躍されていらっしゃるので、これも注目に値するかなというふうに思っております。そして3つ目は、面白い独自通貨があるということでですね、ユニスワップのような DEX のようなものもあればですね、このゼリカコミュニティの中にさまざまな仮想通貨があって、その中で NFT ノンファジブルトークンのようなものであったりですとか、正直言ってですね、まだ役に立ちそうもないですね、変なものとかもいろいろあって、私はそういったちょっと変なものがすごく楽しいなと楽しめるタイプなので、今後の動画でですね、その遊びみたいなものもですね、一緒に紹介していければいいかなというふうに思っております。続いて3つ目が、ナーバス CKB になります。理由としては3つありまして、まず1つ目、技術力が高いチームであるということです。このナーバスはですね、実は仮想通貨取引所のフォービーともパートナーを組んでいる。そして2つ目が、こちらも勢いがあるという点ですね。そしてそのバイナンスに上場して、データを見ても分かるんですけども、本当に今勢いがあるなというのが感じております。そして3つ目が、中華系のポテンシャルということで、やはりこの中国の市場というのはやはり規模が大きいというところがあるので、これがより大きくなっていく可能性があるんじゃないかなというところがあります。以上、3つの仮想通貨、テンセット、ゼリカ、ナーバス、CKB についてご紹介させていただきました。今回は概要紹介ということでしたので、次回以降一つの仮想通貨に絞って詳しくお話しできればと思います。あと、今回紹介した各通貨の URL と情報、公式ホームページと情報を載せておりますので、興味ある方はそちらを参考いただければと思います。最後に、語学学習のツールとしてこちらの動画の英語版も作成していこうと思いますので、興味ある方はこちらもご期待いただければと思います。今日の動画が良かったよという方はですね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。